せーの、ドン。どうぞ。リキッドクリスタルの押田純子です。そこなの？リキッドクリスタルの台です。どう？似てます？似てます。私まだ台さんに見せてないんだけど。どう？私の似てるでしょこれ。え、似てない？似てます？すごい美化して書いたんだけど。美化して。ちょっと、私のこれすごい怖くない？このまつげ。なんかこれ海藻みたいじゃない？バランスもすごいなんか悪いしさ。絵が下手ですいません。っていうかこの目、なん、まあ私も白目にしちゃったけど、すごい怖いそれ。絶対妖怪だよね。いや妖怪じゃない。これは、爬虫類を見るときの順番。なんで爬虫類を見るときの私ってどういうこと？をイメージして作りました。いやイグアナを見たんですよ、ね。いや、まずね、はい、番組の紹介を、はい、はい。どうぞ。今日の番組は、ピュアウィングスレベル Q&A。うん。じゃなくてピュアウィングス Q&A と題して、はい、音楽や、ピュアウィングスレベルに対する質問をご紹介し答えていくという番組の趣旨になりました。はい、趣旨になりましたって。何それ。はい、はい、常日頃ですね、私いろんなブログをやってるんですけれども、ミクシー、はい、フェイスブック、あとはアメブロ、うん、ね、あとウェブログ、あとは、マイスペース、うん、あとツイッターもやってるし、あとはね、最近あのアミッピーっていう、まあ、非公開といいますかクローズド の、 まあ、ブログがあるんですけれども、はい、承認制の、そちらの方も始めさせていただきまして、はい、たくさんの質問もらうんですよ、はい、うん、でそのたくさんの質問の中から、まあ、上位ね、はい、うん、20個ぐらいをちょっとピックアップして今日持ってきました。全てを答えられるとは思ってないんですけれども、はい、なるべくでしたら答えていただき、答えていただきたい、じゃ答えていきたい、はい、答えていただきたいって全部ダイさんに今丸投げしたわけじゃないんだよ、はい、え、全部答えてくれる？いや難しいかもな。いや何そのなんでなまってんのそこで、難しいかもなみたいな。じゃあ、はい、そういたしましたらまずは、うん、押田純子のアルバム、うん、ザ・シークレット・ハード、シークレット・ハード、ザ・シークレット・ハードの、うん、アルバムフラッシュをご覧いただきたいと思います。はい、ではどうぞ。どうぞ。
押田純子でザ・シークレット・ハートフラッシュでした。ありがとうございます。あの、ね、1枚1000円でね、うん、売ってます。あの、はい、ま、ライブ会場等で、あの、ま、販売させていただくことがすごく多いです。はい、はい、あのネット上にだからね、しょっちゅうこう、あのザ・シークレット・ハートっていう風にはあんまり出さないんですけれども、はい、いつも持って歩いてますので、私からね、手渡して、はい、欲しいという方がいらっしゃいました。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、はい、ね、あの実は山からね、あの、はい、ね、うん、ある日のね、あえ、あ、そこ何しとるの、歌っていいのかなと思って、あ、うん、あの熊さんがね、はい、いらしてくださってます。はい、くまさんはなんか、ピュアウィングスライダーにたくさんの質問があるということで、はい、はい、来てくださってるんですけれども、はい、実はくまさんね、あのとってもシャイで恥ずかしがり屋さんで、ちょっと画面には出たくないなっていうことなので、あの声だけの質問ということで、はい、はい、ね、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あっと、ピーとか言ったんだけど。お願いします。お願いします。はい。では、たくさん来てる質問の中で、いくつかピックアップをしていきたいと思うんですけれども、はい。ダイさん、答えられるところまで答えてください。はい。よろしいでしょうか。今日質問コーナーなのにしょう。なんで A とか言ってんの。嘘です。冗談です。冗談なの？はい。はい、では、いきますよ。はい。ピュアウィングスレーベルって何をしてる会社なんですか？はい。イベント企画、うん、作曲、うん、作詞、編曲、うん、などの音楽に関することをやっています。はい。ですね。はい。はい。で、うちのレーベルの中にはアーティストさんが何人もいらっしゃって、はい、そのアーティストさんを、まあ、ご紹介させていただいたりとかですね、はい、あと育成させていただいたり、あと、はい、そのアーティストさんたちが将来どういう風になりたいっていう夢を持っていらっしゃる場合には、はい、私たちの方でプロモーションをさせていただくと、はい、はい、アーティスト契約、専属契約っていうのがありまして、アーティスト契約さんの場合には、はい、まあ、ご自身でね、どういうふうに今後道を歩んでいったらいいのかとか、はい、そういったようなアドバイスもさせていただくと。特にそれで、ね、契約金くださいとかそういうことは一切言いません。全くないです、そういうのは全然ないです。ただし入っていただく際に、どういう夢があるとか、あとどういう風になりたいとか、どうしてそうなりたいのかとか、結構ね、ま、その方の今後の指針というか、そういったものに関しては質問させていただいたりします。まあ、はい、面接とね、あとはその方のライブを生で見せていただくっていう、で中にはちょっとごめんなさいっていう方もいらっしゃるかもしれないという、はい、ということですね。はい、なので、はい、イベント企画、はい、作曲作詞、レコーディングもします。 CD の制作もします、はい、あとはアーティストさんをいろんな方々に紹介する、はい、あと育成ですね、はい、その他にいろいろとちょっと、まあ、今後もね、大きなイベントが、はい、かなり続いてくると思いますので、
はい、その中でもうちの中でも頑張ってるアーティストさんをそちらの方に出していけるように、はい、あとその見てくださってるお客さんもね喜んでくださるようなアーティストさんを、はい、まあ、育てていきたい、はいはい、そういう大きいイベントに出演させていきたいなというふうに思っております。そうですね、はい、今ちょっとオフレコで言えないところもたくさんあるんですけれども、はいはい、そのような形で今後ちょっと邁進していきたいと思っております。はい、はい、では次、ピュアウィングスレーベルの名前の由来って何？そうですね、ピュアウィングス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 、そのピュアウィングスっていうのは、うん、まあ、要するにピュアな羽、うん、翼か、うん、っていうことで、まあ、そういう風に進んでいきたいなということですね。なんだそれ、ほら、クマさんが分かりませんね。あの歌詞の内容そのものです。はい、はい、もう白い翼を大きく広げ、はい、ね、今飛び立つこの瞬間です。はい、みんなもう、いや私なんかどうせね、もうこの夢なんか叶わないよとか言ってる前に一歩前進して、バッと飛び立っていきましょうよと。もうやるなら今しかない、はい、ただし黒い翼じゃなくて白い翼、そうです、なのでピュアウィングスということです。はい、はい、説明になってないという自分へのツッコミが入りました。そうですか、はい、誰から入ってるの？いや、そうなんです、分かんないんですか、はい、失礼いたしました。多分あの人なんだろうまあいいです。はい、では次、ピュアウィングスレーベルのアーティストにコンサートをしてほしいと思えばどこまででも来てくれるんですかという質問です。実際ね、うん、あるんですよ。はい。うん。まだ現実にはなってないんですけれども、アメリカの方でね、はい、ぜひとも来てほしいっていうようなお話を何回かいただいたりとかしてるんですが、はい、そういった場合に、まあ、どのアーティストさん、例えば、うちの中に所属してるタケとかね、はい、うん、あとマーナさんとかね、ああいう人に来てほしいっていうような依頼があったら、じゃあアメリカまで来てくれんのか、うん、来てくれんの、まあ、そのアーティストさんのご都合とか、うん、その予算とかにもよりますね、うん、アーティストさんの予算なんだ。あとその来てほしいと思ってる方の予算も関係するかもしれません。そうですね、基本どこまででも行きます。まあ、その方が実際にそのイベントに出たいと思わなければ、はい、無理に連れていくっていうことはないです。専属の場合にはちょっとね、うちともきちんと契約してるので、はい、ちゃんと出てくださいっていうことはお伝えしますけれども、はい、あとはまあ、どこまででも来てほしいって言っているんだけれども、全く何にもないっていう風になると、はい、うちもそんなお金持ちの会社じゃないですし、アーティストさんだってね、じゃあアーティストさんに出してもらえばいいじゃないかっていう話になったとしたら、それは全く筋違いの話だと思うので、ちょっと、まあ、その部分はね、基本どこまででも行きます。ただし、はい、そのアーティストさんの都合、あと、うち弊社の場合はどこまででも、はい、うん、行きます。でキッドクリスタルとか押田純子とかそういったところではね、はい、結構あちこち飛んで回ってます。はい、はい、うん、あとはそちらの、まあ、お願いしたいですと言ってる会社さんのご都合ですね。はい、はい、こういったところでよろしいでしょうか。はい、はい、次、これねすごい多いんですよこの質問は、うん、ライブを行うときにノルマや出演料があるイベント会社、まああとライブハウスがほとんどですが、なんでと。そうですね、うん、まあ、例えばですけど、うん、そのライブハウスはやっぱりその運営していくためにはどうしても必要ですよね、うん、そのお金が、うん、ただ無償で過去化しますとかなったらやっぱりその無償で貸しますって言ったら、うん、その人件費とかもかかってきますし、うん、やっぱりやっていけないんですよね、維持しつつ、うんうん、そうですね、大さん何言ってるのかよく分かんない。ごめんなさい。ライブを行うときにノルマや出演料があるっていうのはやっぱり、はい、
例えばね、10人入れてくださいとかっていうところとか、3人ノルマですとかっていうライブハウス、はい、あとイベント企画とかに、まね、規模大きくなると20人とかね、25人とかっていう風になりますけれども、そういった時にあのノルマがないと全く呼ばないアーティストさんがものすごく多くなってるっていう話をライブハウスさんの方から聞きます。はい、一人もあのお客さんのいない場所であの歌を歌うんであれば、やっぱりたくさんのお客さんに見てほしいというところが実際だと思うんですね。はい、でそこでじゃあオープンマイクでいいじゃないと、うん、ただあのオープンマイクでものすごくちょっと今出てる、まあ、問題点ではないんですけれども、毎回同じアーティストさんが集まっていて、その同じアーティストさんの中だけで歌ってると、うん、それだとやっぱり新規のお客さんを呼び込むとか、新規の方に見てもらうチャンスがものすごく減ってくるんですよね。であの例えばじゃあノルマは嫌だと、出演料くださいっていうようなところもあると思うんですけれども、あの出演料くださいっていうのは例えば機材、あのアンプとかね、 PA とかね、あとアキバドット TV とかだとスタッフさんの代金だってあるわけですよ。でその方々にお給料が払えないとなるとかわいそうじゃないですか、スタッフさんね、今頃干からびてこの辺で寝てますよね、お水も飲めないし、うん、でこういう機材ね、マイク揃えてくれたりカメラ揃えてくれたりっていうのは、やっぱりそういったあの、まあ、ライブハウスとか、はい、こういうねスタジオだったらスタジオとか、そういったところの維持運営費とかっていう、あとスタッフさんの人件費、あとこういうね機材を揃えたりとかいう予備費とかね、そういうのもあるんです。あ、ご飯食べさせてください、本当にその通りで、あのねライブハウスどんどん潰れてってるんです今。でオープンマイクやってるところもあのたくさん人が入ってるようなんですけれども、今ね本当はこういうことしちゃいけないんですよ、あのちょっと長く語っちゃうかもしれないんですけれども、ライブハウスにペットボトルのジュースとかを あと食べ物を持ってきて、あの平気で飲み食いしてる人いますけれども、それ本当は NG です。例えばね、喉のためだけにって言って、まあ、このくらい あの蜂蜜とかね、そういうものを持ってきてるっていうならいいんですけれども、丸々1本ね、ドカーンとね1リットルとか 1.5 リットルの持ってきて、でおにぎりとかコンビニで買ってきてバクバク食べてるっていうのは NG ですね。あのアーティストとして出ているんであれば、そのライブハウスの食べ物とかも食べて、こんな美味しいものがあるよとか、やっぱりお客さんに伝える、そういうのも絶対必要になってきますし、あと飲み物もやっぱりそのライブハウスの飲み物を飲んであげる、今日お世話になります、もう20人呼んでようが、ノルマ10人のとこ20人呼んでようが、やっぱりそれっていうのはもうお約束だと思うんですよね。まあ別に1杯しか飲まなくたっていいんですよ、食べ物食べなくたっていいんですよ、うん、ただやっぱり自分も1杯頼んでみて、このカクテル美味しかったよとか、そうやって言ってあげれば次のライブに来てもらえるチャンスとかあるかもしれないじゃないですか。アーティストさんもライブハウスさんも気持ちよくで、来てもらう方々にも、あ、このカクテル美味しかったんだとかね、この食べ物美味しかったんだっていう風になると、次も行きたいなって、うん、思える、そういったようなね、あの環境作りってすごい必要だと思うんですよ。秋葉に来て、ね、いや、秋葉ドット TV のスタッフさんすごい優しいですよ、ものすごく。だからね、うちもすごい長く付き合いさせていただいてますけど、もしツンケンしてたら嫌だなって思うんですよ。みんなが気持ちよく運営できて、でご飯食べさせてあげられて、ね、また次もここがあって、であのみんなが使いたいなって思ってくれるようにしてあげるのが、やっぱりアーティストとライブハウス、もしくはイベント企画会社、とのつながりなんじゃないかなって私は思います。ただものすごい高いノルマとかね、ありますけど、そんなちょっとって思ったりもします、あのこういう意見も、もともな意見もあります、はい、ライブハウスのメニューも工夫すべきという、あ、それは思う、私も、あのね、なので私ごめんなさい、ここでこういうこと言っちゃうとあれかもしれないんですけれども、カクテルとかもものすごい面白い名前のものを出してたりとか、これって何ですかって聞きたくなるようなのとかね、あと1杯500円300円とかね、あとあの何面白いメニューを出してるところとかね、そういうところ結構選んじゃったりしますね、
ライブハウスここでライブしてみようかなと思うところって、それが分かるね。すっごい分かる。うん、うなずきます。はい、あとは大丈夫ですか？はい、はい、それではここで、はい、くまさんにもね一つぐらい質問をまずいただいてもよろしいでしょうかね。ですよ。はい、ほら山でロックやってんだ。ロックやってんのか。うん、ロックやったら女にモテると思ったけど、うん、モテない。こうして神さんと作ってたけど、うん、いなくなっちゃったら。いいのかな、うん、どうしてだ。どうしてどうして、どうして、え、それで、ね、その質問。あ、まあそうですね、うん、困ってる、さまよっているアーティストさんなので、はい、悩んでるんだ。うん、まあ、ロックをやってるからといってモテるというわけではないとは思いますね。金と女に不自由はしねえ、聞いたぞ。金と女に不自由。それは淡い幻想です。確かに、でもロックってすごいモテるなっていう印象あると思うけど、反対にちょっとこう怖いなと思うところもあったりとか。だってね、こう男の、わかんないんですけど、男の人って結構こう純粋な感じの、なんかブリブリっとした女の子とか好きでしょ。でもそういう子が一人でロックのライブハウスに、男の人ばっかりいるところに行ってライブを見るなんていうのってちょっと怖いじゃないですか。仲間内で行ったりとか、あと友達が私ロック好きなのって言えば行ったりとかできるかもしれないけど、だからモテモテっていうのはちょっと違うかなって思ったりもするんですよね。違うと思う。あとやっぱりロックの中でもね、好きなジャンルってあるだろうし、ロックやってるから好きっていうことは、好きっていうかモテモテっていうことはちょっとないかもしれない。それはクマさんがなんか悪いことしちゃったとか、クマさんがなんか悪いことしちゃったとか、クマさんがそんなこと？オラのせいか。わかんない、わかんないよ。でもそうかもしれないなって。違う？わかんないです。ね。うん。女に限らないんだ。限らない。あと金に不自由しないって言うけど、ロックやってる人って結構苦しかったりするよね。うん、そうだ、うん、多分お金に苦しいと思います、ロックやってる人の方が。うん、今の俺の姿正しいんだ。うん、正しい。間違いない。間違いない。そのまま真っすぐ進んでください。ではでは次、うん、はい、お金、あ、音楽でお金が欲しい、これ今の話ですね。音楽でお金が欲しいってよく言われるんですよ。自分音楽やってるんだけど、そろそろお金もらって音楽やりたいんだよねって。でも私から言うと、それが一番大変。なんでかって言ったら、はっきりここでこういう話をするとものすごく惹かれちゃうかもしれないんですけれども、今まあ、次の話にもね、共通するアマとプロの違いは何ですかっていうところなんですが、1円でもお金をもらって演奏したりとか歌を歌ったりとか、あと作曲したり作詞したりっていうのはやっぱりものすごく大変なんですよ。今そのアマチュアの方でももうプロ並みに上手い人ってたくさんいるんですね。その中で私は例えばね、日本一とかっていうのってないわけじゃないですか、だから簡単にお金くださいみたいな、音楽で食べていきたいです、ね、私そろそろもうそのくらいの才能ありますからみたいに思っていったら多分無理です、精進する気持ち、あと一生懸命こうもっともっと練習する気持ち、クマさん、ここに来てるクマさんもいつも練習してるっていうのをよく拝見させていただきますけれども、毎日毎日練習をする。で、練習するだけじゃない、それは自己満足であっちゃいけないんですよ。でも自己満足じゃなくって、聞いてくださる方々が喜んでくれる、その歌唱方法、作曲した、そういったものをもっともっと研究して、
行かないと思います。だから音楽で食べていきたいって思うんであれば、まずは今普通のお仕事をしていらっしゃるんであれば、その普通のお仕事よりももっともっと苦労すると思ってください。業界的にもすっごい苦しい業界です。プロダクションもどんどん作れてますし、先ほども申し上げさせていただいた通り、事務所とかあとね、そういうところもどんどんライブハウスも作れていってしまってるような状況なので、私的には今もう警鐘を鳴らしてね、みんなで本当に足の引っ張り合いとかしないで、あとなんか騙したりとか逃げちゃったりとか、そういうのも私も結構そういうね、っていうことってたくさんありますけれども、そういうことを一切しないで、みんなで手をつないで上に上がれる方法を今考えていかないと、日本の音楽業界ってものすごく大変なんじゃないかなと思います。あとメジャーとインディーズの違い、この部分に関してはまた後半でちょっとお話をさせていただきたいと思います。それでは、クマさん頑張れというエールの言葉が届きます。お、クマさん。ほら頑張るぞ。頑張れ。何もないし、女にもてないし。いや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 、これからだよね。それはどう変わるかわかんないからね。1年で2年はすごい変わっちゃうのでね。ではでは。次の質問に、直結するコメントなんですけど。はい。歌や曲でお金もらってたらプロなんじゃないのと。あ、そうですよ、プロです。ただし、はい、そのね、お金もらって、ただじゃあそしたらこれでいいやって、まあこういう言い方をしてしまうとあるかもしれないんですが、手抜きで、手抜きとか言っちゃいけないですよね。それでいいやって、まあ、ある程度の妥協も必要かもしれないんですが、プロであるんだったらやっぱりそのクライアントが満足できるようなものを提供させていただく、そのくらいの気合がないと難しいんじゃないかなって私は思います。そうじゃないと今後につながらない。ずっと成長のないまま同じようなものをこうやって提出しててもいつか飽きられちゃうんですよね。ものすごい今流行っててもドーンって落ちるのが早いですから、と思います。はい、はい、ありがとうございます。たくさん質問もらって嬉しい。これどっからの質問なんだろう。ニコニコ生放送です。すごいね、ニコニコ生放送。そうそうそう、それ言うの忘れてたけど、ニコニコ生放送でも流れてるんですよね。はい、はじめまして。リキッドクリスタルです。はい、はい、ではそういたしましたら、そういたしましたら次はね、ピュアウィングスレーベルで、まあ一番のフル株の専属アーティストでありますね。まだか、まだですよね。ごめんなさい、PV を1本流そうかなと思ったんですが、その前にじゃあそうしましたらもうちょっとね、はい、質問にお答えさせていただいて、はい、はい、クマさんご質問ありますでしょうか。クマさんに振るの。いいよ。あ、いいですか。はい、うん、たらメジャーと契約できるんだ。あ、出た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 、これさっきの話ね。っていうかね、こっちにも来てるんですよ。メジャーに上がりたいです。メジャーだったら普通に音楽で生活できますか、もろ言われます。すごく長くプロとして活動している方でインディーズなんですけれども、でもあちこちの賞を取ってるね、人からね直接言われました。ではメジャーだったら本当に普通に生活できるんですかと。普通に生活できると思う人は手を挙げて。あ、いない。じゃあメジャーになってもすごい苦労するなって思う人は手を挙げて。はーい。あ、みんなそうなんだね、やっぱりね。うん、メジャーに上がりますって言ったら、ちょっと名前出していいのかわかんないですけど、まあ昔の方にしましょうか。大物でね、ちょっと私の知り合いのいるところにしておきます。美空ひばりさんとか。あのくらいになったら、そりゃ普通に生活できますよ。それに、ものすごいね、まあ、ちょっと裕福な、生活ができると思いますが、ピンからキリまであるんですよ。メジャーの中で。その事務所を食べさせていけるぐらいの、スキルのある方、人気のある方、っていうのがいるんですが、その人の方には、その方々に、助けてもらってる。PR の部分とかね。うん。そういう方々もいるわけです。ピュアウィングスレーベルの中でも、ものすごくこう、ドーンと突出している方と、やっぱり、そのね、自分ピュアウィングスレーベルに所属してんだよと。
その肩書きは使うけれども、まあ、使ってない方もいらっしゃるかもしれないんですが、使うけれども、でも、じゃあ、フェアウィングスレーベルに入っていて、何か活動しますかっていう部分に関しては、いや、あれも出ません、これも出ません、こう、ね、これは嫌です、とか、いう方もいらっしゃるわけですよ。そういう方々が、例えば、生活できますかって言ったら、全くできないですよね。イベントにも出てない。うん、CD も売らない。うん、何も、いや、ってなってしまう。なのでメジャーと契約できてたとしても、例えばどんなに才能があったとしても、その人が自分でこれからも一生懸命自分のスキルを磨いて頑張っていこうって思わないと、まず無理、生活はできないっていうか、スキルがあっても難しい、うん、早くやっぱこういう風になってちゃちょっとメジャーでやっていくのは難しい。こういう風になって自分の好きな音楽を作っていくんであれば、ものすごい高みに自分がなってから、自分こういうのやりたいですって言っても遅くないんじゃないかなって。いいですよ、はい。メディア、新聞、テレビ、ラジオ、雑誌、カラオケ、宣伝で表面に出る人、みんなメジャーの方でリリースが出たみたいな、やっぱメジャーに上がるっていうのは憧れるはずなんですね。やっぱりで得じゃないかなと思うんですけども。得っていうのは、メジャーの方が雑誌、メディアに乗るじゃないですか、うん、その人たちがそういうメディアに乗るってことを聞いたことないですから。そんなことないでしょ。ないです。インディーズの事務所に入っていて有名なのは矢沢永吉さんとかそうですよ。彼インディーズですよ。まあ多分東芝とかソニーとかそういうメジャーさんから移籍されたんであれば、携帯も出て、自分の中で、インディーズの前は、大メジャーだったわけじゃないですか。ちょっと、自分の後ろで、同じインディーズでも。じゃあ、例えば、そのメジャーに上がって、得って思われていらっしゃるっていうことなんですけど。メジャーの露出を、ね、宣伝の形を見たら、メジャー羨ましいと、普通は思う。いや、メジャーに上がるまでのその努力っていうのは多分半端ないと思いますよ、うん、矢沢さんが、まあ、矢沢さんもちょっとここで引き合いに出してしまうのはあれかもしれないんですけれども、ものすごいやっぱり努力はされてらっしゃるし、それに若い頃からやってらっしゃいますから、それなりのやっぱり年齢というものも持ってらっしゃいますし、それに今現在そのインディーズで活躍しているアーティストさんでものすごく出てらっしゃる方、メディアに出てらっしゃる方もすごくたくさんいます、うん、でたくさんいます。でそれが得っていうのはちょっと違うと思うんですよ。得だと思うんであれば、自分がそこまでに登るぐらいの努力をしていますかっていう話にやっぱりなるんですよ、事務所側からすると、うん、いっぱいいるんですよ。例えばうちと契約をして、まあ、他のレーベルさんと契約をして CD タダで作ってくれるんですよねとか、うん、そのためにレーベルと契約するんであればしない方がいいですよ。 CD なんて自分で作ろうと思えば作れるんですよ、いくらでも、うん、なんでうちと、まあ事務所と契約をするかって言ったら、個人で出るところが難しいところだってあるわけです。そういったところにやっぱり法人を通してとか、あと PR ですよね、 PR 効果を狙うためにあちこちにこうやって露出してでドーンと行く。ただしやっぱりメジャーの中でも売れてる人を露出させた方が、CD の枚数もすごい履けるじゃないですか。全く知らないアーティストさんを出して同じぐらいどん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 、まあ、この子はいけると思えばやりますけれども、うん、いけないなって思ってる人にお金をかけてやっていくのはやっぱりそれは経営学的にもちょっと難しいんじゃないかなっていう部分はあるんですよね。自分が聞かないだけで人でもメディアに出てる、あ、いっぱいいます、いっぱいいます、うん、うん、で、ただし、まあそれはメジャーとインディーズの違いっていうだけで、インディーズだからメディアにたくさん出られないとかそういうこともないです。メジャーでもインディーズでも出ようと思えば出られます。うん。やり方次第で。はい。いろんな方法はあります。
今ちょっとここで言えないところもたくさんあるんですけれども、方法論としてはすごくたくさんあります。で、あの、例えば一人でやって悶々としてあそこに出たいんだけどなって思ってるんであれば、やっぱり事務所とかに入ってらっしゃるんだったらそこにちょっと相談してみるとか、あと、もしうちだったらやっぱりこういうところに出たいんだけどって言えば、じゃあどういう道筋で行くっていうことをきっちり私お話をさせていただく。で、無理だったら無理ってはっきり言いますから。それでは、はい、次のコーナーに行きたいと思います、自分の、去年12月30日にリリースしましたインフィニティの、フラッシュをご覧いただきたいと思います。はい、どうぞどうぞ。
第3の、はい、第3のですね、はい、インフィニティアルバムフラッシュでした。はい、どうですか？なんかね、はい、すごい結構ね、評価高いですね。そうですか。ね、うん、すごくいい感じですよね。ありがとうございます。インフィニティ、本当に。なんか、いろんな様々なアーティストさんがね、やっぱりこう入ってる。はい、で、うちで、やっぱりその、まあ、ダイさんがそのアーティストさんを選んで、この人とこの人とこの人に歌ってほしいって言って、お願いをして、歌ってもらって、はい、で、みんなやっぱりすごく一生懸命覚えてきてくれるんですよね。私もあるアーティストさんのレコーディングには立ち会わせていただきましたけど、はい、いいね、かっこいいね、やっぱりね、そのアーティストさんが目の前でこう、うん、今までの雰囲気じゃない感じでこう歌ってくれてるっていうのはね、そうですね、うん、なんかすごいかっこよかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。ご協力いただきました。たくさん売って皆様に配分をきちんと、ね、させていただけるように、はい、頑張りたいと思いますので、すいません、はい、ありがとうございます、はい、たくさんね、アルバム持ってね、はい、うん、全国アンギャに出かけていただくように、はいはい、したいと思います。ボーカルの皆さん待っててください。口開けて、はい、ではゲームコーナーです。イエーイ。はい、次はゲームコーナーです。うん、妄想ピクチャーズというゲームをやります。うん、これは何も見ずにお題のキャラクターの顔を描いていただくというゲームなんですが、まず最初のお題はアンパンマン、ドキンちゃん。制限時間は1分です。いいですか？アンパンマンとドキンちゃん2つ書くのかと思っちゃった。違います、ごめんなさい。それいけアンパンマンのドキンちゃんということです。はいはい、それでは制限時間1分です。よーい、スタート。そう言われるとちょっと難しくないかな。ドキンちゃんでしょ。ドキンちゃん、ドキンちゃん、なんかこれそう、ペンがもしかしたら出ない。あ、出た出た。よいしょ。こんなんじゃなかった。なんかドキンちゃんって、ドキンちゃんじゃないか、クマさんってバイキンマンに似てるよね。バイキンマンか。似てますか。似てるよね。あれ、ドキンちゃんどんな顔したっけな。違う。なんかドキンちゃんがわかんないな。どんな感じかな。なんかちょっとセクシーなんじゃなかったっけ、ドキンちゃん。10秒前。いやー。キャー。こんなさったっけ。終了前。はい。まずは、ジュンコさん。あちらのカメラに向かってどうぞ。違う。あ、いい？本当？え、いい？これで。意外に似てますね。似てる？なんかこんなだった？なんかケバ。ケバくない？いい。うん、大丈夫。じゃあダイさん。はい。え、なんか違くないそれ？え？なんか。ドキンエモンみたいな。ドキンエモンですよね、ダイさんの。そうですか。なんかこんな矢印になってたっけ。え、ここハートだったっけ。え、ハート、嘘、何だったっけ。わかんないよ。それでは答えの方を見ていきましょう。はい、なんかもう超かわいい。ここにこういうのがついてんですよ。で、鼻にもこういうのがついてんの。こんな感じね。ああ、あ、じゃあそしたら、はい、判定していただきましょう。まずは、はい、クマさんに判定してもらおう。ニコ生の皆さんにも判定していただきたいと思いますが、あ、似てるって、ひでえとか書いてる。面白い。はい、じゃあまずじゅんこさんのドキンちゃんが似てたと思った方拍手。ああ、ありがとう。やったやった。うん、これが似てたと思った方拍手。なんかそれドキンエモンだよね。いないのか。うん、いない。それでは勝者です。イエーイ。
お、次。次のお題は、うん、ど根性ガエルヒロシ。根性ガエルのヒロシ？主人公の方ですね、多分。覚えてないな。そう。あれ、ど根性ガエルって、ど根性ガエルってサリーちゃんとか書いてる人と一緒？なんかドラゴンボールの悟空の声の人じゃなかったですか？あ、それはそう。そうですよね。あ、わかった。おそ松くん書いてる人？違う。わかんない。作者誰？わかんない。こんなんじゃなかった？なんか小学生のくせしてちょっと生意気な感じじゃなかった？こんな違う。クレヨンしんちゃんみたいになっちゃった。違う。ちょっと待ってね。確かに爽やかになっちゃったな。10秒前。ちょっと待って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 。はい、それでは純子さん、あちらのカメラに向かってどうぞ。こんなの、なんか雰囲気なんか違う、なんとなく似てるような、本当なんか爽やかだよね、キラリーみたいな。うん、あの、大さんの子は。ごめんなさい。あの、いきます。はい。はい、違うでしょ。それ。何これ。はい、ん、なんかキャラクター的には面白いけど、なんか違うような。なんか光の子のオチみたいな感じ。え、なんで光の子のオチって何？誰が言われてる。こうやって並べてくださいじゃん。イケメンの方は俺に似てるって書いてます。違うんだ。俺に似てるって、あ、これが違う、あ、こっち、え、似てんの。いやいや、あの、ニコニコ動画の方の誰かに。クリーチャーって何ですか。え、クリーチャーって何ですか。クリーチャーって何。怪物です。ああこれ、こっち。あそれでは、まあ、純子さんの、ヒロシが似てたと思ったから拍手をお願いします。おー、すごい、私すごい勝ってない。悔しいな。やった。悔しいとこの絵で悔しいとか言ってほしくないね。これが似てたと思った方拍手をお願いします。お純子さんの方、ニコ生の方から、うん、あ、パチパチパチが、うん、あ、かわいい。 あ、こんなだったっけ。俺作者わかんないの、なんか最近ソルマックかなんかの CM であれ。あ、そうなの。へえ。よし、なんか調子になってきちゃったぞ。最後の問題です。お姉さん、今日も一発頑張るか。最後の問題です。ど根性ガエルピョン吉です。ピョン吉。それでは、よーい、スタート。ピョン吉。ピョン吉。これなんで自信がある。なんで？なんで？ああ、全然自信ないんだけど。どうしたらいい？ね。考えるのよ。考えるのよ、私。やばい。どうしよう。全然可愛くなくて、すごいリアルになっちゃうんだけど。怖っ。どうですかね。それ違うでしょ。それキャラクター違うでしょ。ねえ、私も違うけど。やば。10秒前。やばい、すごい速さで書き終わった。左の人早いっていう意見が。早いし、早いけどなんか違うよ、それ。怖い。こんなのがお腹にいたら超怖い。純子さん、どうぞ。入るですね。ないでしょ、こんなのいたら。なんかあんな可愛くケロケロとか泣かないよね。なんかとか言いそうだよね、これね。怖い、うん、で、ダーさんのはこれだ。違うよね、これ。ケロケロケロッピじゃん。ねえ、そうだよね、ケロケロケロッピだよ、これ。純子さんの方リアル。
ほらみんなケロッピって言ってるじゃん。ケロッピ？これケロッピかな。あ、いやーかわいい、正解はそれですか。すごいかわいい、おめめがキョロキョロして。どっち似てる？どっちも似てないと思うよね、これね。これは難しいですね。これほらケロッピアンってみんな言ってんじゃん。何個もケロッピって、でもリアルとかって近くなってる。リアルだよ、これ怖いね、ちょっとね。それでは純子さんの気持ちが似てたと思った方、拍手お願いします。あー似てないと思うよ、これ。これは勝利ですね。え、マジ？これが似てたと思った方、拍手お願いします。お、あ、やったー、やったー、ケロッピで勝利してた。いやー、もうケロッピで、本当だよ、すごいな、ダイさん、はい。では今回の勝者は純子さんです。ありがとうございます。あの今回なんですけれども、はい、選手どうなのか怖かった今。タク八郎さんかと思いましたし。ダメだ、ツボにハマっちゃう。何それ、何ちょっと。タク八郎って書かれたじゃん。リーナに戻って、ああごめんなさい、つぼにハマっちゃった。大、はい、さん、はい、進めてください。はい、今日はプレゼントないです。それで終わりにしない。あの先週ね、あのすごいのもらったんですよ、ディスククリーナーとか、はい、あの CDR あと DVD のクリーナーね、はい、それをもらったんですけれども、うん、あの今日ね私たちがもらうわけにはいかないので、はい、来月のゲストさんにそちらの方お渡しさせていただきたいと思います。はい、はい、なので私たちからのプレゼントも来月にも持ち越しです。はい、はい、でははい、うん、次は、うん、なんだろう、何、告知でしょ。あ、そうだ、告知だ。はい、告知です。はい、ピュアウィングスレベル告知、うん、バイキングレストラン新宿ワイズにてピュアウィングスレベル主催のライブがあります。はい、2月9日木曜日、うん、みがきさん、うん、2月16日、うん、藤田瑠衣さん、来た、シャンソン歌手ですね、はい、2月23日、うん、美香さん、美香さんね、かっこいいよね、うん、食べ放題飲み放題のみの料金でライブが見れます、うん、男性3380円、うん、女性3080円です、うん、アルコールいろいろ揃ってます、うん、食べ物もいろいろ揃ってます、うん、エステック情報ビルです、うん、新宿西口。はい、次。はい、そのギャップすごいね、なんだろう。はい、2月11日土曜日、うん、建国記念日、うん、渋谷ルイード K2 にて、うん、フォーエバーラスティングラブのレコ発ライブがあります。はい、イベント名、うん、グランドクロス2039、うん、出演、うん、デコード、デコードプライム、プライム、ウィンディーシティ4、ウィンディーシティ4、フォーエバーラスティングラブ、フォーエバーラスティングラブ、オープン、うん、18時半、うん、スタート19時、うん、チケット前売り2500円、うん、当日3000円、はい、企画運営ピュアウィングスレベル、やった、はい、ね、皆さんぜひ来てください、来てください、はい、はい、お待ちしてます、はい、うん、以上です、以上ですか、はい。はい、そういたしましたね、今日、はい、ね、こういうご、あの質問コーナー等をやらせていただきましたが、本日ね、はい、ミカさん、はい、ね、うちのレーベルに所属してくれることになりました。はい、はい、ありがとうございます。ものすごいスキルのあるねアーティストさんで、はい、これで女性アーティスト私を含めて3人になりますね、はい、嬉しいです、女の子のアーティスト増えてくれて、あのね、じきじきに女子会みたいなのもちょっと開いてみちゃおうかなとか思っちゃってるんですけれども、はい、男性は禁止ね、その時はね。またあの男子は男子はとか言って、男性は男性でまたね男性会みたいなのがあるといいかなみたいに思ったりとかしてるんですけれども、そうです。第3は男性か女性か分かんないのでどっちに出ていいか分かんないよね。ね、いやそんなことないです。あ、そういえば質問の中にこんなのもありましたよ、いいですか？良くないです。何ですか？どうぞ。いいですか？はい。ダイさんは女装が好きなのですか？ディーナさんの仲間ですか？いえ、あの違います。あれ、ディーナさんは自分とは別の方です。あ、
そうなの、はい、そうです。ああそうなんだ、はい、ミーナさんとは違うんだ。あ、ミーナさんとの仲間ではないんだ。はい、自分はミーナさんの仲間ではないです。あ、会ったことないですね。ディーナさんとも会ったことがない。はい。あ、そうだったのか。そうなんです。あ、なるほどね、わかりました、はい、なんか第3宛てに質問が来てるものをちょっと読み上げさせていただきたいと思うんですけれども、はい、ダイさんは頭の中にたくさんの曲が入っていて、うん、それで作曲編曲をしてるんですかっていう質問が来てます。曲は入ってないですね、空っぽです。え、じゃあどうやって作曲編曲してんの。その時のインスピレーションみたいなものを。超カッコつけてない。違う。なんかでもやっちゃおうと思ってないみたいな。違う。そうなんだ。じゃあその時の何ドヤ顔で来てる。え、ドヤ顔って誰。あ、ダンサー。あ、ドヤ顔、うん、あ、そうなの。ダンサーね、でもね、もう一つありますよ、はい、ダンサーの好きな女の子のタイプはどんな女の子ですか。しっかりした人です。あ、しっかりした人。はい、しっかりした人が好きなの。いや、まあ一概には言えないですけど。ああ、だらしない女の人は好きじゃないってこと。うん。ああ、そう。しっかりした人。なんか意味わかんない。普通はなんかこういうね、感じとかね、そうそうそう、なんかショートカットでとか、うん、そういうのがありますけれども。自分がしっかりしてないからね。あと多分これ第3のお友達だよね。自分がしっかりしてないからね。しかもそれだって追随してるから、ね。ありがとうございます。ありがとうございます。ではまだね、ちょっとね、質問がちょこちょこあるので、はい、簡単にね、なぜ純子さんは自分がアーティストなのに他のアーティストを応援するのっていうことなんですけれども、この道ね、ものすごく難しいんですよ。自分がずっとやってきて、私はちょっとまあ、親に反対されたとかね、いろんな、まあ、うよ曲折があって、こういう CM の歌を歌ったりとか、ゲームの歌を歌ったりとかっていう風にさせてもらってるんですけれども、はい、先陣行く人がいると、後からついてくる人って結構楽なんですよね。うん、だから、自分が現場知らないで、あんたやんなさいよっていうのは私にはちょっと向いてないので、自分がまず現場に立って、その次のアーティストさんに、こう、早く言えば、教えていくとか、次のアーティストさんに引き継いでいくとか、そういったことをやっていきたいなっていうふうにずっと思っていたので、それで、です。はい。なるほど。で、まだありますよ。はい。二人でずっと一緒にいるのですか。あ、違った。いないです。二人でずっと一緒にいるのですか。いや、いないですね。いないです。ここ一週間ぐらい会ってないか。もうちょっと短いか。あ、木曜日か。そうですね。木曜日に会いましたけど、はい、今日まで会ってないです。木曜日、はい、ワイズですね。新宿ワイズで会いました。はい。すごいドライです。はい、で、純子さんは本当は何歳ですか。うるさい。聞くな。嘘。18歳の子供と13歳の子供がいます。男の子、女の子です。はい。すごい大きい子供がいます。はい。はい、あとは想像にお任せします。はい。はい、で、声の出し方を教えてほしい。はい。これは、まあ、詳しくね、やっぱりその個人によって個人差ありますので。はい。あと、イベントに出演したいけど、PWL に入った方がいいの？ PR インスライベルに入った方がいいの？うちに入れば、うちのイベントは、安くね、出演することができます。はい、で、やっぱりうちの看板背負ってるっていうところもあるので、いろんなところのイベントにも出演しやすくなるかもしれないです。はい。50過ぎですが、今から音楽を本格的にやりたい、できますか？できます。できます。私の知り合いなんですけど、80歳からドイツ歌曲をやり始めた人がいます。はい、ものすごい上手いです、うん。はい。そんなこんなでね、そろそろね、お別れの時間、はい、という間早かったね。またこの質問コーナーやりたいと思います。はい、どんどん質問ください。ニコ動でもね、はい、皆さんね、書き込んでくれれば、うん、ここにいますので、はい、あげればと思います。はい。はい。皆さん、最後に。はい、いやー、今日はあっという間に過ぎましたね。うん。あ、時間ない。あ、ごめんなさい。はい、それでは、うん、本日のお相手はリキッドクリスタルの大東。リキッドクリスタルの押田純子でした。それではまた来月。はい、バイバーイ。
さん。